住屋は、かつて、群馬県大田市に存在した、日本の百貨店で、復食用ボタン作用手株式会社アイリスのルーツとなった会社である。日光霊平市街道の宿場町と大抗院の門前町として発展した群馬県大田市本町に、住屋や語福店として創業したことが始まりである。戦後には、用品の扱いを強化し用品店化。愛前後して、後に、 主軸事業となるボタン製造販売業も開始した。百貨店化は日本の高度成長期だった1969年に店舗大型化に伴い実施され、地上5階建ての高層棟と平屋棟を持つ売り場面積は4000平方メートルの規模であった。売り場構成は食料品以外の衣料品等の物販を扱い、最上階の5階には森永レストランが営業していた。 また、東武鉄道、大田駅南口での防災建築外育造成事業が実施された際も、商店街の開発メンバーとなり、地上3階地下1階売り場面積3000平方メートルの姉妹店、大金百貨店を開設している。同店の売り場構成は、大田市発の地下食品売り場3階には、アイリス会館と称する結婚式場が設置された点を特徴としていた。 特に結婚式場は、駅前立地という高立地と当時結婚的礼期を迎えつつあった、段階世代の婚礼需要の増大とがうまく噛み合い、開業時から好調であった。一連の再開発並びに区画整理事業は、東部ストア、東高ストア、富士五ストアや十字屋が、大田駅周辺に短期間に開業し、大田市は隣接の足利市、桐流市以上の大型店激戦地となった。 す屋は急激な大型店激戦地となった状況下でも大田駅北口のす屋南口の代金を合わせた売り場面積が約7000平方メートルと規模、商品力で他店を凌駕していた。だが、1977年に代金百貨店にほど近い工場跡地にショッピングモール、ベルタウンの開業で状況が急変した。同モールは大手スーパーのユニを各店舗に77の 専門店から構成され、1万3000平方メートルの売り場と立体のものを含め仙台の駐車場を持つ内容であった。また当時まだ珍しかったマクドナルドとケンタッキーフライドチキンも周辺自治体としては初めて進出し、飲食にも力を入れていた。その存在は当時としては、珍しいモール構成の商業施設である店や、売り場面積も 周辺では隣接する足利市にある金華堂に次ぐ大規模なものであったため開業から周辺自治体からも多くの集客を動員した。この急激な状況の変化により住み屋は対抗するため平屋棟を解体、売り場面積を各店舗であるユニー直営部とほぼ匹敵する規模の約8000平方メートルへ増上した。その際、これまで扱いのなかった食品売り場を新設。 外部テナントの導入を図るなど、フルラインの百貨店としての存在感を高める方策が取られた。また南一番街の代金百貨店も好調であった結婚式場の営業強化し再三面の向上を図るといった策が講じられた。だが、両店舗ともに度重なる莫大な設備投資により、直営の駐車場を整備するまでは手を回せず、 駐車場は皆無に近い状態であった。そのため鉄道と路線バスによる従来型の来店手段に依存していた。住ミは対策として隣接する富士重工業、群馬製作所本工場の計らいを受け従業員用の駐車場を工場休業日に臨時駐車場とするなどをしたが、慢性的な駐車場不足を補いきれず苦戦が強いられた。その結果、 リニューアルオープンから一年弱で、スミヤが休業、ほどなくして、ダイキン百貨店も休業に追い込まれた。またベルタウンの開業は十字屋を除く東部ストア、東急ストア、富士五ストアを強小な売り場面積と駐車場不足から、業績が急激に悪化、ほぼ一斉に閉店する事態を招いた。その後スミヤは、ダイキン百貨店の建物を利用し、3階の 結婚式場と残りのフロアを使って申請、住屋とする計画が立ち上がったが実現することがなかった。そして休業から数年経った1982年に住屋は富士重工業に1989年には大金百貨店が消費者金融業の竹富士にそれぞれ土地建物が売却された。売却後の用途は住屋は 富士重工業群馬製作所本工場、西本館としてしばらくは事務所検証ルームに使用された。だが2016年に新、西本館が完成するとその役目を終え解体された。一方の大金百貨店の建物は1990年に解体されしばらくは駐車場となっていたが、大田駅南口周辺域の再開発が再度、本格化する流れを受け構想マンションの建設される。 こととなったありがとうございます